2023年6月に開通した MRT イエローライン、無人運転のモノレールです。今回はイエローライン開通により行きやすくなったバンカピを散策します。皆さんはイエローラインでどこに行きたいですか？名犬タイランドスタート。サワディーカー、名犬タイランドのまゆかです。今日は MRT イエローラインに乗ってバンカピ駅にやってきました。先日こちらのイエローライン開通の動画を公開しました。その時にはフォアマーク駅までしか走っていなかったのですが、今はラップラオの一つ手前の駅までつながっており、明日からはついにラップラオまでつながるようになるそうです。今日はその主要駅の一つであるバンカピ駅の周辺を散策したいと思います。こちらの駅はあちらのアットザモールバンカピというマーケットが有名だそうで、タイの下町の雰囲気が残る場所だそうです。今までは車か船でしか来ることができなかったのですが、電車が開通し電車で来ることができるようになりました。それでは早速行ってみたいと思います。レッツゴー。ここがイエローラインの始発。ここから先日はフォアマークまでしか走ってなかったのですが、ついに明日こちらのラップラウまで開通します。今日も試運転してたよね。でバンカピがこちらで、ここから船に乗って行くこともできます。ペチャブリーからこうやって行くこともできます。先々文化の船やな。うん、すごいな。すごいよね。こうやって見たら近く見えるけどね。結構遠いもんな。結構遠いよね。あれが駅ですね。あ、ほんまや。結構さ、高いとこ走ってるよな。うん、これが今の技術や。そうな。そう、めっちゃ怖かった。普通にさ、BTS より高いよな。あ、高いと思う。だって剣道的にはさ、柱細い気がするね。確かにこれさ、なんかめっちゃ日本やったらアウトやな。地震が来たあ、地震来たらアウトやと思う。タイやったらいけんのかな。うん、ちょっとなんか日本人的には心配になる。細さやな。確かに。そうそうそう。あと視聴者さんにさ、もし電車が止まった時は、この間を通るんですよねみたいなさ、コメントをいただいてるけど、実際電車の中でそのモニターがあって、なんか緊急時にはこういう風にしますよっていうのがあって、あの間をやっぱり歩くみたい。うん、高すぎて怖いわ。あとさ、あそこもさ、今作ってるやんか。あれがもし繋がったら、アットザモールと駅直通になるかもしれへん。なるほどな。うん。この渋滞もなくなるんかな。ねえ、なくなってほしい。じゃあちょっと散策しましょう。うん。はい、こちらがザモールバンカピーです。でそのちょうど隣にタワンナーマーケットがあるみたいなので、早速行ってみたいと思います。入りました。おー、すごい。いろいろあるね。うん、おー、虫や。虫やな。どうしよう、ムート音にするか。ミニビッグシーやね。ほんまや。あっちは？あっちはお店が入ってんのかな。あー、ほんまやね。レストランとかいろいろあるね。どうしよっか。だいたいなんかもうこの周りで全部揃う感じやな。確かに、ね、すごい。ショッピングモールとローカルなタイ料理と、うん、そうよね。ミニビッグシーやったし、うんうん、ラムヤイジュースある。まあ、やうまそうやな。
これストローかほら回ってる。あ、違うんだ。うん、違うんだ。おー、あにー。ぬん、ぬんげようか。40バーツ。めっちゃうまそうやで。うん、いっぱい入ってる。ああ、ポンポン。ゲットしました。ポンポンカン。ラムヤイジュースいいやん。いいやろ。いてんのも、のびさんと行ったさ、うん、フルーツパラダイスでさ、うんうんうん、ウェルカムドリンクで出てきたやん。うん、出てきた。あれ飲んでめっちゃハマってんな。めっちゃ美味しいよね。次は何食べる？揚げ物食べたい。ウブトート食べようやん。いいよ。どれにするの？もうサムちゃん、あの真ん中のやつにしようかな。うん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 、ねー、美味しそう。ソーニャも食べたいけどさ、うん、次があるから。そうやな。ね。ハシッパー。50バーツでした。ポコンカン。ゲット。食べてみよう、うん、はい、では買ってきたものを食べていきます。まずラムヤイジュースです。うん、美味しい。これさ、ラムヤイめっちゃ入ってるよな。めっちゃ入れてくれた。これ何バーツやった？40。うーん、ラムヤイってめっちゃ体にいいらしいな。ラムヤイ大盛りやから、うん、いいな。スッカパープディ。ただそれに油たっぷりの無糖と食べていきます。プラマイゼロや。ほんまやな。むしろマイやな。うーん、美味しい。あー、いいね。ね、こうやったローカルな市場で買い食いするのが一番幸せかもしれない。うん、財布にも優しいしな。確かに。めっちゃ美味しいし、めっちゃサクサク。うん、甘い。続きまして、私たちはハッピーランドフードセンターに向かっています。もうここもさ、十分いい雰囲気じゃない？うん。でもね、そのハッピーランドフードセンターっていうのは安くて美味しい食べ物が食べれるらしい。これがハッピーランドセンターやな。これ、あ、この左が、そうそうそう、ここは綺麗なモールみたいな感じやな。ねえ、いいやん。ここではない。ここではなさそう。この隣？ここ？ここじゃない？あった、これやな。あ、ほんまや、なんかスンワハンハッピーランドって書いてるわ。へー、すごい。ちょっと正面回ってみようや。うん、ハッピーランドフードセンターって書いてる。書いてる、書いてる。なんかあれ思い出すな。あれどこやったっけ？大東高ちゃん。ちゃ、あ、違う、シンガポール行った時にさ、なんか、うん、こんな感じのさ、フードセンターなかったっけ？あ、近いところのやつ？違う。え、どこ？まあいいや、もう数年前の記憶で覚えてる。とりあえず入ってみる？うん、行こうか。ほら、南路市場みたいになってる。広いな。え、めっちゃ広い。じゃあちょっとご飯探しに行こう。うん。来てくれた。見かけて立って来てくれたってことやな。うん、嬉しい。すごいね、入ってすぐやで、しかも。ああ、嬉しい。ありがとうございました。本当にありがとうございます。嬉しい。どうも。アハン、タムさん、顔かいじよ。
また多すぎて選べへんやつじゃん。いやほんまにな。すごいラートナーとかもある。あ、これなんか観光地っぽいメニューの出し方や、うん、何でも食べれるよ。この作り自体はさ、結構観光客が好きそうな作りやんな。そうやね。どうしよう、何しよっか。結構お腹空いてるから何でも食べれるよ、ね、うんうんうん、どうしよう。食いてアスコータイ頼みたい。どれやったっけな。あおー、食いてアトミヤムスコータイか。セナハイか、セン…センレクか。ヘダイハイ、ヘダイハイ、ハニラハイ、ハニーハイ。何した。食いてアスコータイ食べます。スコータイのトムヤムかな。そうそうそう、このお店のお名前にもなってる。ほんまや。うん、すごいな、いっぱい種類あるな。トムヤカートムとかもあるで。すごい、トムヤムスープとかもある。おいかん、暑い、ゲットしました。クイッチャー、トムヤムスコータイ。めっちゃ赤いな。めっちゃ暑い。食べよう。急ぎ急ぎ。暑い。はい、それではこちらのコイチティオトムヤムスコータイ食べていきます。じゃん。すごい、めっちゃ赤いな。めっちゃ赤い、ほんまに。辛いの大丈夫って言ったから。麺引っ張ってみて。センレックの麺にしました。おいしそう。スコータイって何が違うの。え、なんか私が知ってるクイッチョスコータイはエビが入ってんね。桜エビ、うん、それはなんか違うイメージ。桜エビ入ってんのかもしれんけどさ、うん、香辛料の赤さでエビの赤さ分からへんねん。せやねんせやねん。ここのベタなから多いよね。絶対にしたからさ。そういうことや、きっと。まずは野菜とスープでいただきますね。うん、懐かしい。スコータイの思い出。スコータイ行ったことないけど。どういうこと。スコータイ行ったっけな。行ったことないんやけど、バンコクでクイッチョスコータイを食べれるお店があってん。お店ってよりフードコートの一角かな。うわ、うまそう。そこでね、ずっと食べててんけど、コロナ禍でそのお店が閉まっちゃって。あ、そうなんだ。そう、それ以来ね、クイッチョスコータイに出会えなくなってて。久しぶりや。うん、何が入ってる。卵と、うん、ルークチンと、これなんやろ。コムデンとか、あと麺か、もやしとかキャベツとか入ってる。いや、これがね、あ、思ったより辛くないかも。あ、ほんと？うん、あ、美味しいわ。このなんか出汁っていうのかな、なんかね、普通のトムヤムとちょっと違うねん。トムヤムは酸っぱい、辛いって感じやねんけど、なんかちょっとね、エビの深みがあるというかね、このスコータイはまた一味違うんですわ。今回麺はセンレック。センレック、そう。麺書かれたってことは他の麺も選べるってことなんだ。うん、センレックが一番美味しそうだよね。うんうんうん、美味しいわ。ほんで、ここのマーケットさ、クイッチョ屋さんめっちゃいっぱいあるんやけどさ、それぞれクイッチョの種類が違うからさ、これ全部制覇してみるのも面白いかもしれへん。確かに、うん、すごいよな、めっちゃ多いよな。めっちゃいっぱいある。なんかこれぞ観光で来る時のタイって感じだね。確かに、わかるわかる、めっちゃわかるわ。しかもさ、やっぱりショッピングセンターのフードコートと違ってまた雰囲気があるよな。確かに確かに、それはわかる。いや、もう美味しいわ。うん、はい、次はカオソイ食べます。カオソイ以外か、カニか。これ何が違うの。
この文字、ナムギョとハオソウ以外。あ、同じのがずっと並んでるのそうやな、そうか、どう見ても一緒やわ、同じメニューやったわ。オプテスマすごい、完成しましたよ。フードコートとは思えへんレベルの高さやね。ねえ、わすごい。行こう。マノは、あ、いいか、食べましょう、食べましょう。はい、続きましてこちらのカオソイガイ食べていきます。うまそう。美味しそうやね。しかも熱々の出来たてほかほかのよスープを入れてくれてん。おいしそう。いや、スープ飛ばしたらすぐ汚れちゃう。そうやねん、気ぃつけて食べな。あ、めっちゃ濃厚。あ、いい色、いい色、うん、いい色、ちょうどいいやつ。あ、甘い、おいしい。辛くない、甘い。うん、ココナッツ感強め。ガイは1本入ってるのか、すごい、うん、すごいよね。おいしい。薬味が結構濃いめ、味がパクチーも玉ねぎも新鮮なのかな。うん、甘さにしっかりパンチが効いてる感じ。あ、めっちゃおいしい。甘さにパンチが効いてる。甘さの中に薬味のなんていうの、アクセントが効いてるっていうの。なるほど。カオジャイマイ、カオジャイカ、よかった。視聴者さんがカオジャイカは分からんやばい、通じ合えてないかもしれへん、どうしよう。あ、でもずっと食べてたら結構辛さもきたかも。へえ、おいしいね。この麺は鮮カオソイですね。カオソイ用の麺。そう、小麦粉と卵で作った麺をソイしてるからカオソイ。そう、天カオサーリーかな。いいやん、勉強できた。カオソイってさ、結構タイの方にも人気やんか。うん、だから多分タイの方カレーうどん好きなんじゃん、日本の。うんうん、パリパリ麺もいただきますね。それの名前は同じ鮮カオソイを分けたやつ、うん、そう、鮮カオソイとかな、多分そうちゃう。おいしいわ、どんどん食べちゃう。ほんまに良かったね、このバンカピ。こんな駅前にこんな大きいフードコート隠れてると思わへんかった。ここはでも視聴者さんに教えてもらったやろ。そう、びっくりした大きさに。よいしょ、いただきます。というわけで今回はバンカピ駅周辺を散策しました。ここの今歩いてるところもさ、ローカルな雰囲気があってさ、めちゃくちゃいいと思う。あとイエローラインが明日ラップラオの駅も開通するみたいなので、もうこの動画が上がる頃にはね、サムロン駅からラップラオ全駅開通してることになると思います。イエローラインの駅にはこちらのようなマンカピ駅とかシーナカリンのナイトマーケットに行ける駅なども通っていますので、ぜひ皆さん乗ってみてください。またね、
イエローラインの駅23駅あるみたいなので、私たちもこれからいろんな駅付近散策していきたいと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンとお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。